学校貸し切りイストリゲーム。このイストリゲームは音楽が止まった瞬間から探しに行かなきゃいけない。なるほど。ブラボー中のどっかにイスが一人められる。そうです。もっとやりたかったな。見つけた喜び味わいたかったな。座れんかった。うわ、終わった。いや、嘘。さあ、ということで脱落です。いや、俺、逆さまになってなかった。もう最初からある椅子が結局あった。それは見つけてしまった。1回目ドラゴンもやってました。あーおい、おい。こうやっといて、こうやっといて、それマジかよ。じゃあもう、シーン一緒じゃん。だからね、スツバコンこれ、そう、タイムロスだよね、あれね。よっしゃーっつって、よっとしかもそれを俺はドラゴンに、いや、それ違うんじゃないか。同じこと言うから。マサさん、それそうかな。マジかー、くっそ悔しいね。死んじゃったし、次の椅子一脚でいいんだね。そうですね。時短でいきましょう。俺らは、俺らでやります。別の椅子使ってやるから。さあ、ということで、はい、誰ですか、やり方はタイガとマサですか。ということで、残り5人になりました。すごい叫び声っぽいですね。ということで、次もまた2人がいなくなります。残り3人になります。残り3人になります。ということで、ね、じゃあやっていきたいと思います。はい。椅子の場所を確認しよう。一つ目は家庭科室の一番奥にある、かなり見づらい位置だ。そして二つ目は音楽室、またもや音楽室だが壁の木目と同化しており、かなり見づらい。そして三つ目はついに下駄箱のここを正式なものとして使用する。ということで3回戦目スタート。長いな。行くぜ。みんな動き早い。さあ、行きますか。次も絶対2階にあると思ってるね。じゃあ、出遅れ、一番最高位になっちゃった。楽しそうに行ってしまいました。楽しそう。やりたかったな。やりたかったね。2階から来ました。上じゃー。いや、上だな。予想は。予想は反対。反対来ました、反対。さあ、職員室。ない。相手のこっちっすよ。ないか。あ、ないな。あ、ないわ。ない。普通にない。やばい。読み違えた。保健室。ない。こっちあるかな。あ、違う。図工室。ない。俺はもうこっち行くしかない。影だ、影。え、まさかのすれ違いなのに。すれ違うパターンある。あった、ありました、あった、あった、ここだ。座りやす。座れた。まあ、トイレとかにはね、ない。家庭科室、図書室、図書室、ない。いや、ない、ない、ない。うわ、流し座ってやがる。今、ゆうやが来ました、ゆうやが。あ、こんにちはっす。寝ろ。よろしくお願いします。いや、マジ職員室だ。ないな。教室じゃないのかな。積んだかもしれん。全然見つからない。やっぱあと何人だ。ない。あれ、
もうケースないか。ないな。え？ないぞ。え？あれ？なくない？あと一つか。あと一つか。え？これ？あ、こっちだ。そのパターンあんの。これか多分。そのパターンあんの。うわ。もう来たんじゃないこれ。え、これ俺負けた臭くね？あれ？ないぞ。うわ、終わったわ。あはは、全員座った。ダメだった、座れなかった。くそー、悔しい。あー、まあいい運動になったから大丈夫。そこで噛むのはまずいな。なんか勝っちゃいましたけど。勝っちゃいました。すごい怖い、すごい怖い。なんか本来残らなきゃいけない僕らのパートナーいなくなっちゃったんで。さあ、じゃあ行きましょうか。じゃあ4回戦頑張ります。いや、一つ目は図書室の暖房横、かなり見づらい位置にある、気づけるか。そして二つ目は渡り廊下横、こちらはラッキーゾーンだろう。出して。それでは4回戦スタート。いきます。この時間が一番苦手なんですよ。どうしたらいいの？どうしたらいいの？あ、もういい。行くぞ。あ、もう行くぞ。あ、もう行くぞ。絶対できる。ちょっと早いよ。どこだ。反対だ。よし、上行きます。もうじゃない。こことかにまだあ、ないっすね。いや、こっちないかな。ないか、ないか、ねえか。やっぱ2階かな。2階な気がする。ないな、ないな、ないな。職員室も。ない。絶対2階だ。2階だ。上だ。座りました。やって、渡り廊下。うわ、マジか。うわ、マジか。うわ、ねえ。うわ、ねえ。マジか、いるのか。いやー、座れたー。よかったー。まだ探してる人いるの？偶然を物にしちゃった。うわ、なにそれ。え、終わりました。まだ探してる人ですよ。こんなところもう誰が見つけてもおかしくないよ。あ、あれじゃん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 。これ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 。あった。やった。うわ、どっちだ。やった。勝った。くそ。負けました。やった、勝ちました。悔しいっすよ。これがボナール代表なんで。よっしゃです。まあでも、まあ、残ったからには勝ちますんで。何言ってるんですか、俺が勝つんですか。あ、いやいや、負けないですよ。じゃあもう早速、最後始めましょう。頑張ります。頑張ろう。最後の椅子の場所を確認しよう。それは東大元暮らしの極み、多目的室の飛び箱の中だ。じゃあラストお願いします。ここに何もできない何もできない。いった。ない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 。
いやさっきの順番が少しですけど、畳にはさすがに置けないな。よし、上だ。負けたくない、負けたくない。もうない気がする。戻るぞー。ないよ。あるわけないか。見つかんなすぎる。もう見つかってるって。いや、まだ見つかってない。マジで。じゃあこっちにある可能性あるのか。まだ違うな、違うな。職員室。圧力計しかない。職員休憩室。ここにあるわけじゃない。ああ、これは絶対にない。さすがにここはないか。保健室。これは違います。何か。あ、おお、これか。もう多目的ルーム。いや、勝った。いや、ここにあると思わなかった。なんでそこ開けた。いや、もう開いてた、開いてた、開いてた。勝った。はい、ということで初代イストリ王者流し。うわ、自信を持って俺なんかっていうのね、なくなると思います。はい、ありがとうございます。ということで、本日ね、コラボしていただいた皆さん、概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらも僕らも出てるのでチェックしてください。その他もライブやってほしいことは、ぜひ概要欄コメントお願いします。はい、本日の動画最後の動画でした。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。いや、流しの、左手はいいや、右手だけで椅子が見えなくなっちゃうから。そうそう。で、顔こっち、うん。